さあ、それじゃあですね、方言ニュースいってみましょうか。今日の担当は上地和夫さんです。よろしくお願いします。はい、最後数曜道眼中体眼中かなて上地みせみ。さて昼夜15月の18日旧暦うちなんくいめ昼夜今月の13日のあたとおいびん13夜やいびんやと中琉球新報の記事の中からうちなのニュースうちてさびら中のニュースを沖縄本島や周辺離島にも軽石が押し寄せるでのニュースやいびんゆでなびら。沖縄本島や周辺離島の海岸にこのほど相次いで軽石が漂着しているのが見つかりました。内縄本島内縄の富士売りから、内縄の前の離島離れ島離れの 海岸海番田ハーマン海この軽いさが地域的流れ伊東市のくんど若エビタン8月中旬に沖縄本島から東におよそ1400キロ離れた小笠原諸島の海底火山福徳岡ノ場で噴火が発生し噴出した軽石が海流によって漂着したと見られます。これんじゃる8月の中頃に内縄から東アガリムティ委員会あるイークル1400キロビケージ離れ通るこの小笠原諸島のオミヌスクの火山福徳岡ノバウトウティ噴火のあてこの噴火から8日去ったる軽いさがおその流れに乗って流れちちゃんちおまわりやびん1986年の福徳岡ノバの福徳岡ノバの噴火でも軽石の漂着が確認されており35年ぶりです、1986年の福徳岡ノバの噴火を通ってこの軽石の流れ調子の確かみだとおいびいくとクレーな35年ぶりにだとおいびん軽石の漂着が確認されたのはこの軽石の流れ調のところ本島北部やんばるの国神村あだ東村平平元部町の新里と具志県南部島尻の南城市知仁売りから近くの離島離れの久米島町渡嘉敷村と名取便今月上旬に北大東島に流れ着いた軽石と同じように噴火からおよそ2ヶ月かけて沖縄本島に流れ着いた可能性があり、この軽石や、今日の初めに、このオフアガリ島、北大東島系流れ着ちゃる、軽石と犬ぐと噴火からいくる2ヶ月たちちかけて、このうち南海、流れちゃんちおまわり気象庁火山監視課火山防災推進室は今回の噴火では大量の気泡も出ていたのでそこから流れ着いたものだと見られるとしています。今度の噴火を通って低分の気泡あぶくあの自動でいくと今から流れちゃんちおまわりんちそういびん中城海上保安部は現場を確認した上で県民に注意を呼びかけるかどうかなどの対応を検討すると話しました。この中城海上保安部やこの軽石の流れちょる海んち確かめてから県民会や友人呼びかける
指かきみちゃすがの、みーちわめ歓迎やびん、んち、話しさびたん。1986年に、軽石の、流れちゃし、軽石さんの流れちゃし、研究しみそうちゃる、琉球大学の加藤雄三名誉教授や、人畜無害なので心配する必要はない。主人、ぬーにん、げやねんこと、げやねやびらんこと、ぬーん、しわさんてんゆたさいびん。波によって海に流出したり沈んだりして、5年ほどで大部分はその場からなくなるだろう。波んかい、もたって海んかい流れたい。指示大使、提言、五人制、イークル、ウノカルイサーや、ウノハーマから、ネーンナイルハジドウ、んち、話しさびたん、述べました。昼夜、沖縄本島や周辺離島にも、カルイシが押し寄せるんでのニュース、15日の琉球新報の記事から打ち手さびたん。また、水曜日に、ユシレアビラ、ニヘイデービル、はい、どうもありがとうございました。今日の担当は植地和夫さんでした。